ない。ね、で奥が駐車場。なるほど。駅に到着しました。お疲れ様でした。来てる？はい、ここは天に続く道のスタート地点です。イエイ。朝4時です。これがずっとまっすぐ何キロだっけ、 28.1 キロ、うん、あるらしい。ここが映えスポットでしょ。そうだね、うん、ハエもいっぱいいるしね。あんなにね、道の駅パンパンだったからさ、みんなここに来るんだろうと思ったら誰一人いないもんね。そうだね。はい、だって早く起きるって言ってたじゃん。それはね、でもさ、だってさ、あれだけさ、キャンピングカーとかさ、いろんな他県のナンバー見ればさ、いや絶対ここじゃんって。しかも一番近い道の駅じゃん、こっから。うん、そうだね、うん、多分ね、海鮮だわ。知床の市場かな。うん、絶対そうだ。だって朝起きた瞬間、だって車なくなってたもん。前の方がね。そう、あれ、いつの間に移動したのって思ったもん。あの、いつの間に移動したのと俺らが爆睡しすぎてるのが相まって気づかなかった。見てきました。果てしないっすね、うん。まあ、北海道来てからこの言葉多用してます。はい、はい、すいません、ね、どうもすいません、はい、あのその言葉以外見つからないっす。はい、 28km になります。でも綺麗だよ ね、 ね、いちいち景色が綺麗。そうだ ね、 ね、景色がこう殴りに来てる。見慣れてないから余計だよね。そうそうそう、どうだ、このまっすぐの道とか ね、 ね、あのじゃがいも畑とか ね、 ね、このあの畑がね、規模がでかすぎるね。でさ、うん、あ、畑、うわすげえ、うわすげえと思ったら、わ牛いる、牛いる、お、うまいっちゃうまーみたいな。そうだね、普通にいるから ね、 ね、まあ、多分北海道の人も見慣れてるんだろうと思うけど、他県の人はやっぱりね、あ、新鮮だよね。新鮮だね、見るものすべてが良かったと思います。はい、早起きして良かったと思います。あの6時頃から来始めた ね、 ね、それまであの俺らのフリータイムだったから。そうだね、カルビーポテトファームって書いてたよ。やば、じゃあもうカルビーの農場じゃん、直営農場じゃん。だってあるんじゃない。あ、すごっ、あるだろうね。あるでし
そりゃこんだけ広いんだもん。じゃがいも大好きです。全然関係ない話でした。知床の道の駅に向かいたいと思います。ウトロかな。そうだね、うん、ちょっと仮眠をしましょう。仮眠しなくていいかな俺も。あ、ほんと、私は分かんない、どうだろう、寝たいわ。はい、朝ごはん食べないの。あ、食べる。食べてからでしょ。やばだろ、口だもんね。そうだよ、頑張ったわね。私頑張ったよ。頑張ったね。いつもよりさ、ちゃんと起きたよ。はい、偉いでしょ。偉いね、偉い。いつもごねるけど今日はごねずに起きてよ。はい、ズコさん偉い、とっても偉い。もうまたそうやって人をバカにするような言い方して。バカにしてねえよ。してるよ。今日も若干機嫌悪かったけど。悪くない。一回で起きなかったし。一回では起きれない。おしんこしんだよ。そうだね、あのおしんこしんだよ。意味がわからん。ヒグマ出るって自然遺産だよ。わあ、すごいすごいよ。あの崖がもうなんか全部滝みたい。そうだね、寒いな。え、すごっ。おしんこしんの滝。おしんこしんとは、そこに蝦夷松の群生するところを意味するアイヌ語だって。はい、別名装備の滝だって。日本の滝百選だって。寒い。寒いね。めっちゃ寒い。寒い。わー、すごいよ。寒い。水量が。いやすごいね。使ってないのかな。ロッチか。かー、おしゃれ。登ってるよ。さっそうと船をさ、気持ちいいだろうな。絶対船乗りたくないけど。まあ、あの新日本海フェリーでいっぱいいっぱい、いや、なんかかっこいいな、船。かっこいいね、白波立ててね。あれ、後ろになんかくっついてんね。うわ、これドライブ来る人好きだろうね、ツーリングとか。そうだね。いや、もう青々してるもん。はい、かっこよく言って。知床ナショナルパークネイチャーセンス。おいや。いいですか。発音はいいですか。どうもかんだ。シーレトコって呼ぶの。知床ナショナルパークネイチャーセンス。使ってオッケー。シーレトコ自然センター。ここ行ってみたいね。クジラの見える丘公園。ああ、いいね。え、でも無理じゃね。え、だからラオスだってここ。うん、なんで。ああ、いいよ、行こう。ここ道路なの。道路なの。道路じゃん、分かんない。もうこれラオスの道の駅ね。今こう行くところよ。どう説明して。これがあの道の、さっき言った道の駅ね。はい、で、向こう来て、今、自然センター。向こう来て、これがラブスで、あんたが行きたいって言ったのは、そこからあの、また知床に住んでるやつ。
すみませんね。あれが